皆さんこんにちは、ワナレグルビチです。では今回はギルネボワークシーズの共有部位ハマーワークシーズ編続きをプレイしていきたいと思います。地球侵攻作戦順調に進んでいます。アフリカ、そしてヨーロッパの大半、アジアから太平洋にかけてアクシズ軍がその勢力圏を伸ばしているという状態です。宇宙の方は相変わらず順調に来てますね。今回はまずベルファスト基地の攻略を行って北米、南米へと部隊をさらに進めていきましょう。ベルファスト攻略作戦を開始する。連邦の腐敗の象徴アイルランドを支配し、我らの力を連邦の愚か者に誇示するのだ。諸君らの健闘に期待する。はい、部隊早速送っていきましょう。ハマーンを中心とする精鋭部隊ですね。数は少ないですが強力な編成になってますので、アイルランドを攻略してもらいたいと思います。ではベルファストです。アクシーズ軍8、英語軍13という編成ですね。まあ、ベルファストをですね、その攻略の難しさから、一旦拠点を確保したらそこで敵を迎撃する、まあそういう形にできたらいいかなと思いますね。とにかく強力なんですよね。なのでここを確保してですね、ここから敵を迎撃して数が減ったら一気に進軍という流れを演出していきましょう。寄ってきましたね、予定通り。まずハマーン、ここ一旦防御します。ここでやられるわけではいかない。エンドラもね、このままここに続けるとちょっと危ない可能性あるんで、できるだけ敵を早く殲滅して回りたいですよね。攻撃をされる前にメガライダーは沈めておきます。まあもう全く問題ないですね。エネルギー切れだけ気をつければ、まあこの時点ではまだ無敵状態です。ここにはエマさんがいますけど、このエマさんも撃破して、このベルファスト、アイルランド、これ完了になりそうです。ベルファストですけども、敵に援軍が来てますね。ちょっと体勢を立て直しましょう。このままここに居続けるのは危険かなという感じがちょっとしますね。しっかり補給線をつなげてから再び戦線を張り直します。サダラーンがまだ地球に降下できていない中では、このエンドラ全部で5隻地球に降下させてるんですけども、1隻たりとも失いたくないので、まあ、慎重にまあならざるを得ないという部分があるので、ここは無理せず確実にノーダメージでこのベルファストを攻略するっていうことを優先していきます。本当だったらね、力押ししたい局面でもあるんですけどね。はい、敵が攻撃をしてくれたおかげで、その反撃でベルファストを攻略できました。これでヨーロッパも完全に手中に収めたという状態になります。これね、カミーユが絶痛に乗ってやってきてるんですよね。これはあんまり嬉しくない状況なので、確実にカミーユを沈めておきたいですよね。ではそのカミーユにとどめを刺していきましょう。これでグラナダの両端を抑えている部分の防衛はできそうですね。ベルファストの制圧によって大西洋の制海権を掌握しました。これにより北米地域への進出が可能です。
これでニューヨークとキャリフォルニア、これに攻略戦を仕掛けることができそうですね。ただ敵も少しずつ戦力を回復させて、しかもそれが北米南米に集中しているという状況なので容易には攻略できなそうですよね。戦力しっかり整えてから進軍します。では早速北米攻略作戦発動します。我が軍はこれより北米攻略作戦を開始する。目標は北米ニューヨーク並びにキャリフォルニア基地である。諸君らの健闘に期待する。ではまずキャリフォルニアから入ります。敵エリアに侵入しました。太平洋から入っていくので沿岸での、空中戦が先に行われるんじゃないかなと思うので、ここをどう耐えしのぐかですかね。ズサ、あとはバウ、このあたり中心になると思います。ザクスリー回マシュマー乗ってるの、これうーん、土台履かせるの忘れましたね。下駄履いてないので外に出れないか。なんとか沿岸にたどり着くのを優先しましょう。では部隊進めていきまーす。もうあんまりすごく有利に戦えるっていう状況ではなくなってくると思うので、ちゃんとですねエンドラを守りながら、エンドラを中心に部隊編成をして、エンドラが落とされないように気をつけたいと思います。ある程度敵にダメージ与えたら拠点に戻っていくので、そこを追撃して陸に上陸しよう、そういう作戦ですね。この空中戦ロベルトがいますね。敵にはロベルト、今漫画赤き彗星の肖像、若き彗星の肖像を読んでるんですけど、その中ではリカルドとしてロベルトが登場してますね。ロベルト撃破です。できれば1ターンでこのキャリフォルニア取りたいですよね。なので敵を取り逃がさないように全速力で追撃します。はい、これでキャリフォルニア攻略完了です。1ターンで攻略できました。ニューヨークもこの調子でいきたいですね。ただニューヨークはちょっと敵部隊が多いな。ハマーンがいる部隊ではあるので、そこをうまく活用していきたいかなと思います。そういう意味でもいち早く拠点を一つ確保するっていうのは重要かな。予定通り敵の大部隊が攻め込んできましたので、ここは一旦ハマーンで攻撃を受けましょう。受けて反撃。ちょっと危険なのがここに樹洞がウェブライダーに乗っていましたので、これハマーンでできるだけ早く潰したいかなと思います。ここぐらいかな怖いのはね。他は例えばですけど、ブライトがコアブースターに乗ってたり、カツが G ディフェンサーに乗ってたりというところで、それほど強力なモビルスーツに、エースが乗ってるっていう感じはしないので、樹洞のゼーターだけ落としちゃいたいと思います。お前にはわからんか、私たちが同じ人種だということに。同じ人種、勝手に決めるな。樹洞明日話を聞け。あんたは怖いんだよ。樹洞とハマーン、樹洞を落としたい。落としましたね。大きいよ樹洞。ここで落とせたのは大きいですね。生きてシャングリラに戻れるかな。今度こそ。では一気に攻撃していきたいと思います。はい、これでニューヨークも攻略完了です。これで北米の2つ、ニューヨークとキャリフォルニア両方とも制圧完了しています。北米の制圧により南米方面への進出が可能になりました。ジャブロー攻略作戦を提案します。諜報部がエウゴの動きを察知しました。エウゴはティターンズとの交渉によって疲弊した戦力を立て直し、宇宙において大規模な反撃を計画しているとのことです。エウゴ、
我々が地球攻略を進めている間に戦力の立て直しを行っていたか。エウーゴの戦力は未知数です。至急迎撃態勢を整えてください。報告します。グレミートト様より通信です。回線を回します。ハマーン様、エウーゴはネイルアーガマを中心とする別動隊を派遣しているようです。私はネイルアーガマの襲撃に備え、アクシズ方面の守りにつきたいのですが。グレミーは、それではアクシズの防衛に回しましょう。ありがとうございます。部隊を編成し、ネイルアーガマに当たります。はい、というわけで最後イベントが立て続けに発生しましたが、次回はですね、南米ジャブローの攻略、あとは宇宙でのエウゴの反撃に備えて、部隊の再編を進めておきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回その様子をお届けしたいと思います。